ですね、友達のシェリーちゃんから、指名されましたアイスバケツチャレンジをしたいと思います。このチャレンジは難病である ALS 筋萎縮性側索硬化症の認知を広めるための啓発運動となっております。皆さんどうかゲームだけだと思わないでですね、あの ALS のことをもっと知ってください。ということでいきますよ。見ての通りたくさんの氷が入っています。次に指名するのはですね、力士である私と同じフィリピンのハーフの高安明的あなたです。そして続いて指名するのはアーティスト、そして今ですねアメリカをツアーしている岸橋あなたです。そして最後に指名するのはですねグループユニット、歌を歌っているコーラスグループなんですけれどものガールズトークの皆さんです。私はあなたたちをアイスバケツチャレンジに挑戦します。皆さんぜひ24時間以内に同じようにバケツチャレンジをしていただくか、または寄付していただくか、まあどちらも OK です。どっちもやってください。ということで以上ガウのアイスバケツチャレンジでした。